おはようございます、カーピです。2017シリーズ2の一塁手が追加されました。皆さんは誰を狙いますでしょうか。私はロペス選手を狙っていきたいと思っています。というのも、純正カープを作るにあたってエルドレッド選手はシリーズ1を持っていて、称号も星3がついています。シリーズ2を手に入れるとスピリッツが100、守備が C にアップするんですけど、無理して狙うほどではないかなと思っています。シリーズ1を使っていくうちに自チームミキサーなんかで当たりそうな気もしますしね。あとは内川選手も持ってます。称号もついてミート A80 になっていますし、内川選手もしばらくシリーズ1で行こうかなと思います。というわけでロペス選手狙いです。12球団オーダーに現状横浜の選手がいないので補強ポイントにぴったりですし、 A ランクを2枚持ってますし、称号でミートパワー同値も狙えますし、守備も上手ですからね。自チームを横浜にして早速引いていきましょう。でもこのガチャ自チーム確定ではないんですよね。回数を重ねるごとに確率が上がっていく仕組みになってますけど、 1,2 回目は自チーム 50% で新選手 30% ということは、ロペス選手が当たる確率は 15% ですね。3回目以降は 60% の 40% だから 24% ですね。それ以前にまず S ランクを出さないといけませんから、厳しいのは間違いないですね。20連目です。 S 確定がないので30連 S なしも十分ありえますね。演出ありませんでした。今日の選手会長来ました。プロスピファークの選手会長、皆さん誰を引きますか。今日の選手会長はオール72のスーパードーチになってましたね。私は角中選手を引いてロッテ枠にしようかなと思っています。20連目も渋い結果でしたね。 S 確定がないのは本当に心配ですね。でもロペス選手はミートパワー A を狙いますからね。狙っていきます。うわー、全然止まらない。確定の A だけですね。確定の A だけでした。30連見事に爆死ですね。追加で引くかどうかちょっと迷いますね。迷った結果引くことにしました。ロペス選手は好きな選手ですし、横浜枠さえ手に入ればリーグオーダーが大幅強化されますし、今はリーグ9で次は覇王ですからね。オーダー強化したい。大瀬良選手もめっちゃ出るんですよ。 A7 枚目ぐらいですね。いつでも S ランク来て大丈夫ですから、コナミさんは早くくださいっていう感じです。40連でも来ないですか。とりあえず60連まではやりたいと思います。そろそろ確定くるでしょう。来ないですね。山中選手、敵で出てくるとものすごく打ちにくいですよね。ちょっとコメントする元気がなくなってきました。このガチャやっぱりやばいですね。引き続けても確率上がらないですからね。ドラフトスカウトの方がよっぽどマシかもしれません。気を取り直して60連目いきます。
演出ないのに慣れてきました。なんかもう無心で画面を連打してます。誰が出たのかちゃんと見てないです。 A 確定しか引けなくなりました。これは飯馬動画ですね。皆さん、今日の晩ご飯何ですか？この動画をおかずに美味しいご飯食べてくださいね。もうここまで来たら100連まで行ってみたいと思います。 S ランク確率 2.5% 確定なしがどんなものか、100回引いて見えるものがあるかもしれません。100回引けば 2.5 枚 S が引ける計算ですけど、0枚だって大いにありえますよね。前回の動画では34連で S5 枚引いたので、確率が収束するなら今回は S 出ないかもしれませんね。冷静に考えたら100連なんて絶対に引かない方がいいですけどね。皆さん、真似しないでくださいね。そう言っていたら70連目も爆死しました。80連目、そろそろ S 出てもいいんじゃないでしょうか。確定きませんね。はい、もうコメントする元気もなくなってます。ここまで80連 S なしです。ありえると分かってはいるけど、結構へこみますね。90連目です。今回も確定ないでしょうね。思った通りです。本当に確定しか出ないですね。せめて A ランクくらいたくさんくれてもバチは当たらないんじゃないでしょうか。 A 今永選手1枚だけでした。爆死し続けて100連目になりました。100連で S 出ないって皆さんも経験あるんでしょうか。本当に S 出なさそうで怖いです。なんか胃が痛くなってきましたよ。これはやばい。これは闇ガチャですよ。ドラフトスカウトなんてぬるいですね。残り選手が見える分ドラフトの方がマシですね。こっちはどれだけ引いても 2.5% ですからね。見ていただけたでしょうか。これが S 確定なしの闇、2.5% の闇ですよ。これは観覧注意ですね。サムネには観覧注意と書いておきたいと思います。皆さんは無事に狙いの選手引けましたか？引けた方おめでとうございます。引けなかった方、そういうガチャです。しょうがないです。さて、今日から節約生活の始まりですね。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。